めさせていただきます重原かつらです。そして縫い役の村岡美代です。今回私たちは木阿弥家の女中ということで出させていただいております。お縫いさんは勤続どのぐらいになりますか？20年くらいかな。ベテランです。私が1、2年の新米ということで、2人で、コンビといいますか、やらせていただいております。村岡先輩いかがですか？お稽古ちょっと忙しいし、しんどいし、でもさ、だんだん気持ちがこうなんか乗ってくるんだよね。だから忘れちゃうね、そういうの。忘れちゃう、そういうことを忘れて。楽しくね、楽しいですよね。楽しいんだろうね、多分。今お稽古すごく楽しくなってきてるね、だんだん。ね、運動会ばりの運動量で、すごい大変かもしれないですけど。動き回ってるよね。木阿弥家の中をバタバタと二人で動き回っております。そういった何ですかね、私たちの大運動会っぷりも見どころの一つとして楽しんでいただければと思います。何か一言抱負を。そうね、私たちが楽しければ伝わってくるんじゃ、伝わっていくんじゃないかな。はい、ありがとうございます。それでは11月29、30日は日本橋公会堂へどうぞお越しくださいませ。皆様お待ちしてます。それでは次の方へバトンタッチ。